とストーリー進めまーす。あーワンコごめん、本当にごめん。あーごめん、ごめんな、めっちゃ蹴っちゃったわ。とりあえずここら辺でサブストーリーがあるので、はい、来ました。なんだお前は。お控えなすって、お控えなすって、仁義をわきまえてヤクザ。何？元登場会道島組射程頭補佐桐生一馬様とお見受けいたします。情報が古いし、かぐやのおもちゃ箱を忘れんなてめえ。お前は何者だ。早速のお控えありがとうございます。これよりあげます言葉の後先、間違えましたらごめんなすって。キルさんちょっと引いとれてんな。手前小国と手前生まれ国と発しますは東京浅草でござんす。ほう。家業上親と発しますは後部一家三代目総長後部京山にござんす。手前生命の儀発します。姓は吉川、名は一郎太、人呼んで一と発します。お見かけ通りあちこちのお兄さんお姉さんに迷惑かけがちな若者にござんす。英語以後を明太お見知りおきの上、強行万端よろしくお引き回しのほどお頼申します。何の用だ。でその後部組が俺に何の用だ。それですよ、よくぞ聞いてくださいました。いや何、こちらはねぶっちゃけな話、あのたかしとかいう若造が頼りないわけですよ。ああそっかそっかそっか。まあ確かにチャラチャラしてやろうだったしな、心配する気持ちもわかるが、それで手前がお目付け役ってことでこの町に出張ってきたわけですが、お嬢たちがどこにいるのかさっぱりわからねえ。そこでね、これってあれだよね、前進めてた花屋の息子の話だよね。キル様、お嬢を一緒に探しちゃもらえんでしょうか。まあ俺もあいつらと無関係というわけではないしな。この町におかしいキルさんにお嬢を探すのを手伝っていただければ心強いですよ。ああいいだろう。さすがはギリュウさん、やっぱり熱い人情をお持ちだ。それじゃもしお嬢と会えたらこいつをあの若造宛てにお渡しをお願いします。マスコ焼き夫婦じゃま、ああいいじゃ ん。これはお渡しいただければお嬢には全てお差し。え、なんで。まあなんかあんのかな。ああ渡せばいいんだな。はい、ええ、じゃあキリュウさん確かにお頼みしましたよ。と言っても俺にもそんなに当てがあるわけじゃないんだが、ひとまず最後に会った場所はデボラという店だったが、その店で一度聞き込みをしてみるか。オッケー。ハロー。サブストーリーのあれが出てるのはどこかな。お、何？ち、またあんたか。ん？なんなのあんた、俺のことストーキングでもしてんの？いや、そういうつもりは一切ないが。ふん、まあいい。で、あんたはこんなところで何してんの？踊りに来たんだよ。ああ、今、高橋を探していてな。ちょうどいい。何か心当たりはあるか。いやけど、こいつらないんじゃない。ふーん。ま、ないことはないけど。じゃあ、言えよ。その様子だと、ただじゃ教えねえって感じだな。あったりー。ただで世の中うまく回ると思っちゃ大間違いだぜ。何が望みだ。そうだな。あ、じゃあ、卵ツナサンドとか俺にくれるなら教えてやってもいいけどな。めんど。どこかで売っていた覚えがあるんだが、どこで見たんだ。卵ツナサンドを買ってきます。カットです。よし、というわけで卵ツナサンド買ってきました。先輩、お、ちゃんと卵ツナサンド持ってきてくれた。卵ツナサンドが手持ちにはあるがどうしようか。渡す。お前の欲しがっているのはこれが卵ツナサンドを渡した。そうそう、これこれ、俺これがたまんなく好きなんだよね。可愛らしいところあるじゃん。さっさと、ああ違う、さあさっさと高橋がどこにいるのか教えてくれ。おっと、忘れるところだったな。さっき女と一緒にバッティングセンターに向かってるとこ見かけた。さっきいたー。バッティングセンターか、わかった、ありがとうよ。へっ、どういたしまして。案外いいやつよ、ちゃんと教えてくれる。じゃあバッセンに帰るのでカット。はーい、バッセンです。高橋はここにいると聞いてきたが本当にいるのか。高橋いた。お前らしょんこりなくそこにいるの好きだな。いたじゃん桐生さん、なんで見逃したの。びっくりした。あとは一という男から預かった茶碗を娘に渡すんだったな。オッケー。何お前ら、久々じゃん。あれ、あんたこの間の桐生さんでしたよね。その節は本当にお世話になりました。
俺たちこの町を出ていくことにしたんだ。そうなの。あんたのことは一生恩に着るよ。ふん、そうか。で、どうかしたんすか。わざわざこんなとこまで。渡したいものがあってな。お前らに渡したいものがあってな。マスコ焼き。マスコでいいんだよね。夫婦茶碗。ん？夫婦茶碗？これを俺に？どういうこと？その夫婦茶碗もしかして、あれ？お父さんのやつとか？今日か？どうしたんだ？この茶碗。あっ！私がお父さんにあげたやつ、キリュウさん、どこでこれを？跡部組の一って男から預かった。これをあんたに渡せばわかると言われてな。そっか。お父さんまだこのお茶碗を持っててくれたんだ。だいぶ前にあげたやつなんだ。子供の頃。お母さんをおったらかしにしてたお父さんに当てつけて送りつけたプレゼントの。夫婦茶碗なんて夫婦で揃ってないと使わないでしょ。まあそうだね、使わんね。受け取った時のお父さんの顔すごく申し訳なさそうにしてたっけ。そうだったのか。それじゃこれ大事に使わないといけないな。大事に使ってくれよ、今日かと二人でな。せやな。たかし、歯助けんな、クソが。キリュウさん、さっきも言ったけど俺たちこれから町を出るところだったんだけど。出るところだったんだ。どこか遠くに一から出直そうと思ってさ。いいじゃないの、やりなよ、二人でやりたいことを。京香の親父さんのメッセージは確かに受け取った。そう伝えてもらえますか。オッケー、分かった。そうだ、じゃあ一さんにこれを渡してくれますか。京香の指輪。ほう、指輪。ちゃんと落ち着いたらきっとそれを返してもらいにお父さんのところに伺います。いいじゃん。その時にはきっと新しい家族も一緒にもう子供作る予定じゃないかい。京香、へへ、参ったな、腹立つ、クソが。キリさん、指輪投げ捨てよ。今すぐ川に捨てよう。こんな指輪渡す必要ねえ。畜生が。おい、いや、これはキリさん、どうでした。お嬢見つかりましたかい。見つけたぞ。で、これをお前に渡してほしいと預かった。はい、指輪を渡した。こいつは間違いねえ、お嬢の指輪だ。それじゃあお嬢に茶碗を渡していただけたんですね。渡した。いやー、よかった。それで今お嬢たちはどちらに。この町を出ていくと言っていた。その指輪は必ず跡部の親分さんに返してもらいに戻ると約束してな。そうですかい。お嬢、粋なことをなさる。あと、たかしからも京香の親父さんのメッセージは確かに受け取ったと伝えてくれとのことだ。あの若造も腹を決めたみたいですね。ありがとうございました、桐生さん。この一郎太確かに受けたまわりやした。キリさんにはとんだお手間を取らせてもらって。こいつは跡部組からの本の気持ちです。受け取ってやってください。5万。違う、バクチバクトのさらし。何これ。心を鬼にして不退転の勝負心。刃物に強くなる経験値を上乗せされる。経験値もいらないし、いや、へへ、話聞いてたよりもよっぽど人情のある町だ。それじゃ、あっしはこれで。キリさん、本当にお世話になりやした。このご恩はいずれまた。気すんねよ、イチ。すっげえ顔だな、お前。人には人の生き方がある。男として大きな一歩を踏み出したな、タカシ。もっと大きくなれよ。パパやん。よーし、これでサブストーリー1個終わりですね。経験値5万。いらね。ここら辺でサブストーリーがあるカノー。おーい、兄貴。む？俺です。カノーっす。なんか女連れてるやん、お前。うんうんじゃねえんだよ。誰その女は。つつもたせ可能じゃねえか。どうしたんだあの女は。なんか高そうなコート着てんね。あのファーの部分むしり取ってやろうか。いやー、やっぱさすがこの街はいい女が多いっすね。実はさっきあの女を引っ掛けて今仕込んでるとこなんすよ。引っ掛けた？何仕込んでんの？ちょっと声かけたらもう俺にベタボレっすよ、その顔で。しばらくあの女の紐でもやりながらでかいしのぎでも見つけようかな、なんて。その顔で。まあ、うまくいかなきゃまた女に見つかせますしね。その顔で。さっき声かけただけでお前に見つく女なんているのか。本当にごもっとも。そういう女ほど気をつけた方がいいんじゃねえか。何言ってんすか、兄貴。それはいい男に生まれた俺の特権っすよ。その顔でよう言えたな、てめえは。
じゃあまた品切れの話があったら兄貴に知らせますから。俺らこれからホテル街行くんで。ああ、じゃあホテル街行ったらなんかあるね。どうにも話がうますぎる気がするな。可能のくせに妙なことに巻き込まれなければいいが、可能のくせにあの顔で、あの顎で、畜生が、お前らやった後か、このクソが。可能どこだ。あれ、可能がいない。あ、いたわ、ごめん。困ったな。これが女に貢がせる顔じゃないと思うんだよな。パク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 首かしげんで、パク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 タバコ吸ってるみたいな口じゃない、指してんのに何も加えてねえ。おい、カノ。あ、兄貴、こんなところで何やってんだ。さっきの女はどうしたんだよ。実はそのことで兄貴にご相談が、またね、なんかめんどくさいことに巻き込まれた。今度はなんだ。ちょっとだけ兄貴のお力をお借りしたいんです。お願いします。何も聞かず俺についてきちゃもらえませんか。仕方ねえな。キリエお兄さんに話してみ。ったく仕方ねえな。何だったんだよ、まったく。恩に来ます、キリエの兄貴。ちっと場所を変えましょう。何？何なんだよ、こんなとこまで来て。あの、さっき俺が引っ掛けた女のことなんですけど。ああ、実はその女、男だった？ヤクザの色だったんすよ。色って言うんだ。へえ。お前、つつまたせに引っかかったのか。だから気をつけろって言ったんだ。予想的中しちゃった。それで、俺に何しろってんだ。バックのヤクザに呼び出されたんす。ここで待ってろって。それで、俺一人じゃ骨までしゃぶられて、東京湾でコンクリのブーツ履かされちまうかも。仕方ねえ、助けてやるが。仕方ねえな、助けてやるが。それで、そのヤクザってのはどこにいるんだ。もうすぐそこに。あら、タイミングのいい子って。こんばんは。おい、カノー、てめえ、一人でこいつったろうが。人の女に手出しやがって、ちった誠意見せろや。あ、ほんとだよ。頭丸めろ。しらじらしいぜ。鼻から俺ははめ気だったんだな。お前、虎の家を狩る猫みたいな。猫で会ってたっけ。なんだとてめえはこっち、なんだとてめえ、こっちは話し合いで解決せろっつったんだ。違う結末みたいな、それでもいいんだぜ。目バキバキやん。クマすごいよ。ちゃんと寝てる？大丈夫？ヤクルト1000あげよっか。くっ。なあ、加納さんよ。慰謝料400万ちょうどあるよ、俺。きっちりと払ってもらうからな。400万で大金俺に払えるわけやね。兄貴、なんとか言ってやってくださいよ。兄貴だと？こいつはこの町に来たばっかりのガキなんだ。見逃してやってくんねえか。おいや、兄ちゃん寝ぼけてんのか。そのバカなガキで商売すんのが俺らの仕事なんだぜ。まあいい。お前ら半殺しにして慰謝料を払いたくさせてやるぜ。二人だから倍の800万ってと。800万は持ってない、ごめん。なんだと。恨むなよ、俺ら手加減ってもんを知らねえんだ。キリオさんも手加減知らねえんだよ。よし、くっ、その顔思い出したぜ。あんた、堂島の竜。そうだよ、完全体堂島の竜、キリュウカズマとかぐやのおもちゃ箱です。わかった。俺らはもう手を引く。代わりにいいことを教えてやるから勘弁してくれ。いいこと？ああ、この町に九州一番、あ、ごめん、それ知ってるかもしれない、俺。あ、ごめん、それ知ってる。ハンチャンラーメンつゆだくやった、もう。ハンターハンター試験の会場かと思ってワクワクして入ったらカジノでクソ泣いたやつね。そうすれば一元さんお断りの地下カジノに入れるようになるぜ。もう入ったよ。いい話ならもう知ってるんだよ。もっといい情報よこせ、バカども。逃げんな。助かりましたよ、兄貴。たっく、くだらねえことに人を巻き込みやがって。ほんとすんませんでした。これは俺からのお礼です。あのヤクザに渡そうとか。タウリナーマキシマム、なぜ。やっぱ女からのしのぎは難しいですね。もう女ってやつはゴリゴリっす。どうせそのうちまた女見つけるだろう。お前知ってるよ。お前は警戒心が足りねえんだよ。この街で生きていくならそのくらいしっかりしろ。すんませんでした。でもおかげで地下カジノの情報も聞けましたし、結果オーライってことで。調子のいいやつだな、てめえ。マジで知ってたし、その情報は。じゃ、俺また別のしのぎの口見つけてきますから。それじゃ。はあ、また巻き込まれるのか。ヤクザ志願者参加あれがあんのかな。よし、そしたら今回多分ちょうどいいぐらいなので一旦終わりましょうか。
また次回の動画でお会いしましょう。多分次回もね、引き続きサブストーリーを進めていくと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまた今度お会いしましょう。追っかけ投げる、追っかけてて、バイバーイ。